いよいよ緑息づく阿蘇市というキャッチフレーズにふさわしい季節を迎えました外林山いっぱいに広がる草原は野焼きの跡、芽吹いた若草で輝き麓の大地ではまさに農家の最盛期で田植えが始まっていますさて阿蘇市ではこの大自然の中 実践している花々を楽しむ阿蘇ならではの花の祭典を開催しています今年で57回目となる潜水橋つつじ祭りは伝統ある祭りで毎年約10万人の観光客をお迎えしておりますこの潜水橋には5万株の宮山霧島が 自生しており、遊歩道を歩けば、間近に九州の火山山岳地帯にしか自生しない。三山霧島を鑑賞することができます。阿蘇山上にも、なんと三十万株の三山霧島の群生があり。河口の噴煙が立ち上がる。険しい山も、この時期だけは。 ピンクに染まるとあって、観光客の方はもちろん写真、愛好家の皆さんにも人気のスポットとなっています。潜水橋阿蘇山城、三条どちらにも観光ロープウェイがありますので、高いところからの展望も楽しめます。ぜひご利用ください。また、波の地区のすずらんも。 5月の後半、見ごろを迎えます。この野生のスズランは九州では阿蘇市波の地区だけに自生しており小ぶりで可憐な花を咲かせ1.5ヘクタールの面積に群生しています5月20日はスズラン祭りが開かれ地元中江 岩戸神楽の公園もありますのでぜひご来場ください最後に五千株のバラが咲き誇る花遊びのバラ祭りをご紹介します花遊びではバラドームをメインにイングリッシュローズをはじめ百種の世界のバラを楽しめます今、ドーム内は バラの開花の真っ盛りで気品ある香りでいっぱいです5月6月が最も美しく咲く時期ですのでぜひご覧ください以上が今の季節の主な花祭りですもちろん阿蘇市にはまだまだ高原の草花森林浴また山菜採りと 自然の魅力がたっぷりです。皆様のお越しを心からお待ちしております。